ステップ3、永久数の係数。さて、これが周期的な,な関数なんですけれども、さっきの言ってた通りで、サインとコサインの和には,にはなりますが、こういう形になるんでしょう。fx プラス二 2π イコール fx で、それが簡単に、まあ、周期の何倍になるんですが。さて、これの A0, A1, A2, B1, B2, B3 とかそれが見つかるべき、探すべきなんですよね。そしてこれがどうやってできるんでしょうまあ、それがサインとコサインの関数の直行性を使いましょう。それが先のステップで説明したとおりです。さて、AK がそれがあの K 番目の,の係数なんですが、これが この関数を評価してみましょう。f x かける c o s d x の積分をマイナス π から π までにしましょう。そして、とまあ、最初にはこれが複雑に見えるかもしれないんですが、an、N、n=0 から無限大までの相和なんですが、えっと、そしてそれの積分 のマイナス π から π までのこの関数になるんでしょう。そしてそれが,が、コーサインコーサインのバージョンがあって、サインコーサインのバージョンもあるんですね。それが、あと、先の,のステップで説明した通りです。そしてこれが、サイン NX、コーサイン KX はいつでも0になるんですよね。そしてそれが上のところにしか残らない。 この,あの青い箱に入っているものを、えー、と評価しなければならないんですが、えー、とそれが見てみましょう。そして全部はあの、まずは k e q u a l の場合に評価してみて、そしてこの青い箱に入っているものは全部はもう一回書きたくないから、えー、とそれがあのこの青い箱にで表示しましょう。これが A0 のマイナス π から π までの積分、dx なんですが、プラス n イクルゼロから現代までの an の π の,の積分になりますよね。そしてこれが、えっと、マイナス π から π までの積分、それも必ずゼロになりますから、えっと、k イクルロの場合ね、計算すると、とこれが、 2πa0 になるんですね。そしてこれが a0 イコル 2π 分の先の関数の積分になります。さてこれがと n イコル0からか無限大までの、no, no, anπΔnk になるんですね。 それが、えっと、上の青い箱に入っているものと一緒になります。これが、えっと、ステップ2も計算した,したので、これを πak になります。で、えっと、この積分になります。π 分の1の、まあ、マイナス π から π まで f of x cos kx dx になるんですね。それが ak の値になる。 そして、これが BX の場合なんですが、今回にはコサインじゃなくて、これがサインになるんですね。そして、今回はこの上のところには0になるんですが、このところには計算してみましょう。まずは、この青い発光が、それが今回 n equals から無限大までの b n delta n k になるんですが、それが pi b k になります。これが bk はこのインテグロードになります。それの積分を取るでしょう。さて、フリエシリーズ、リエ級数を計算してみましょう。まあ、これが 周期が二倍な,な,なんですが、えっと、F. イコール。A. ゼロの二分の一プラス。まあ、A. N. コーサインプラス B. N. コーサインの、それの、の草案になります。で、これが、先の,の、あの。ケースなんですが、これが、と、もう一回定義にすると、と、あの。これが使えるんですね。 そして AN と BN は先,先のと作った方程式ではこういうふうに決まります。